こんにちは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピエースやっていきたいと思います。今日もですね、引き続き契約書開封、予告通り今日はゴールド契約書を30連していこうと思います。ちょっとね、イベントいろいろあったりとかね、予告が来たりとかあるんですけど、とりあえず契約書引いてからちょっとおしゃべりしようかなと思います。で、10枚ずつしか引けないので、今日も10枚ずつ引いていこうと思います。で、過去戦績の話から毎回これですね、やっていきます。私、動画でゴールド契約書は740枚引いていて、そのうち A ランクは60枚、S ランクは14枚という引きになっています。これ確率に直すと、A ランクは 8.1%、S ランクは 1.9% となっております。どちらも確率以下になってしまっています。はい、じゃあちょっとずつね、取り返していきたいです。前回がマジで悲惨だったので、ちょっとね、その分を取り返したいんですけど、誰々が欲しいとかそこまでは、あれ、ちょっとね、ずうずうしくなっちゃうかなと思うんですけど、A ランク、S ランク引きたいですね。はい、演出今んとこない。うわー、やっぱオール B からの入りですね。今日30連するからって思って引いてるんですが、そう言ってるとね、すぐ終わっちゃうんで、とりあえず、まずは、A ランク来ないかな？演出なしからは来ないですね。はい、まずはオール B から。ちょっと厳しい引きが続いておりますが、どんどん行きましょう。いやー、B ランクめっちゃ溜まってるんですけど、今育てたい選手が全然いなくて、なんで欲しい。育てたい S ランク引いたらもうガンガンつぎ込むんですけどね。じゃあ次、20連目行きまーす。いや、最近相性良くないですね、ゴールド契約書は。去年のね、この時期はゴールド契約書からガンガン狙いの選手引いてたと思うんですけど、とりあえず A ランクは来そう。いいよ。A ランクかな？割れないかな？あ、割れない。あ、いきなり A ランク。中川選手。いいですね。さあ、出だしの A ランクで終わっちゃうのかな？もう一枚。ラスト。いや、1枚だけだ。いやー、なかなか厳しい引きが続いてますね。ちょっと枠整理してきまーす。はい、ラストいきます。30連目ですね。いやー、ちょっと、いやー、でも欲しいな、S ランク。できれば欲しいです。なかなか、ゴールド契約書ですからっていう考え方もあるんですけど、2.5% で来るはずなんで、確率分ぐらいは引きたいな。せめて A ランクは来てほしいな。ちょっと欲にまみれてますが、引いていきましょう。30連目、今日契約書はこれでラストです。よし、 A ランクが来ますね。紙吹雪はね、なんか嬉しい。演出結構ガンガン来てるから2万以上来るんじゃない？割れて、まだ割れないか。 S ランクご無沙汰だな。どうですか A ランクは。来たよ。はい、そして、いや、マジか。30連で、A ランク2枚。あ、どうなんだろう。普通か。はい。普通ですかね。厳しい。はい。ということで、じゃあ、ちょっと近況というか、イベント関係のことをちらっとお話ししてしようかな、と思います。いや、マジで引けないな。ゴールド契約書に期待すぎるのはっていう感じなんですが、コロシアム来ましたね。コロシアムはエントリーは一応したんですけど、あんまり得意じゃないので、しかもコーダオでしょ。怖いですね。はい。あ、そうだ、あと、昨日特に何も触れなかったんですけど、大会ですね。ちょっとだけ今日やったので、昨日の夜もやったんだっけな。はい、ちょっと、進捗ですね。はい、もちろん結構負けてはいるんですけど、ランク戦よりは勝ててますね。やっぱいろんな方が、やってる大会なので、7割は勝ててるけど、勝ったり負けたりで、やってます。で、目標はね、過去の自分に勝ちたいので、東京大会の時が一番成績良かったのかな？そうですね、これが多分一番成績良かった。今年の、東京大会の、予選が、レートが7151万でいったんだ。なんで、これ超えたいですね。ちょっと順位はね、またいろいろ参加人数とかもの関係もあるんで、あんまり気にしてないんですけど、この過去の自分のレートを超えたい。これ、非表示の大会だったので、打率もね、今ね、やっぱり3割前後、2割後半の方が多いかな、同じぐらいなんで、もう頑張りたいですね。もうちょっと時間あるんで、いつまでだっけな、大会。もうちょっと頑張ろうか、楽しもうかなと思ってます。で、あと、あれか、新しいイベントが来ましたね。
これプロスピマーケットね、なんかすごい可愛い感じの背景で可愛い感じのイベントになってますけど、この交換内容が、あ、落ちちゃ、なんか結構落ちちゃいませんか、このプロスピマーケット。交換画面にするとなんか落ちちゃう。不具合できてましたっけ。あ、不具合これかな。そう、交換するだとソロード中のまま進まなかったり落ちちゃったりってことがたまにあるんですよね。まあ一回開き直せば確かいけたはずなので、そう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 、いいんですけど、今 16,880 結構やりました。これ脱試練が大解放、もう今でしょって思いながら試練大解放をして、結構実操作でやったんですけど、まあ終わんないですね。このスピメダル以下、このコインとスカウトポイント以外のものを全部交換するとなると31,000だったかなくらい必要みたいなので、抽選ボックスね、 S ランク契約書入ってるみたい、あ、しないしないしない、入ってるみたいなんですけど、まずはこっちかなと思ってます。うん、でまあ覚醒魂は私はどっちでもいいかな。でも他はね結構欲しいな、取っときたいなっていう感じなので、じゃ頑張りたいんですけど、いかんせん遠いですね、うん、全部取るには。でコインもね結構買い安そうな感じなので、余裕があったらこっちまで行きたいんですけど、なかなかねたどり着けない。まあ地道にコツコツ頑張っていこうかなと思っております。ということで、いろいろおしゃべりしましたが、最後に先週当てクイズをやっておしまいにしようかなと思います。一応ね枠空いてるんでね、じゃあいきましょう。選手当てクイズ、画面隠すので誰が出たかを当ててください。寸評を読んでいきます。マジでこれ B ランク出ないんですよね。読みますね。長打力の花が開きつつある内野手、さっきは自己最多の60試合7本塁打をマークした。開幕スタメンとレギュラー確保を目指す。どうですか。まあね、ユーティリティ、まあまあちょっとあの選手名鑑、私が持ってるやつも読んでいきましょう。読みますね。後半戦はほぼ2塁のレギュラーに定着し、8月以降は打率2割8分5厘、出塁率3割4分1厘と好成績。7本塁打のうちの3本はバンデンハーク、過去ソフトバンクから放った。もろさを残す変化球対策と安定感に欠ける守備力向上が課題となる。茨城県土浦市出身だが、たまに関西弁で話す。へぇ、住んでたことあるんですかね。はい、ということで、どうだろう、やっぱ数字とかバンデンさんが得意とか、ちょっとどうだろう、詳しい方なら分かるのかな、ちょっと難しいかなと思うんですけれども、そろそろ正解発表いこうと思います。今日の選手当てクイズ、正解はこの方でした。どどん、渡辺亮選手です。はい、かなり試合を出るようになってきてると思うんで、ね、ピンときた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺でバイバーイ、おつくみ。